キヤノンの RF85mmF2 マクロ ISSTM というレンズを EOS の R6 で試してみました私はこのレンズを使いたいなと思ったのは、まあ、4つのこの観点からになります一つはですね F2 というこの明るさですよね でまあ、焦点距離 85mm っていうのもあるんですけども 85mm の F2 非常にまあ明るいレンズですね、まあ、もちろん F1.2 とかには負けますけども、まあ、でも F2 というのはまあかなりこのまあ背景のボケとか綺麗に映るっていうふうに言われてますのでね、まあ、非常に興味がありましたそれから2つ目はですね価格が、まあまあ、手が届きやすいというかそういうふうに 思いますで大体これがあの、まあ、8万から9万円ぐらいですかねキャノンから買うと9万円ぐらいで9万ちょいぐらいであとまあ,あのクーポン使うと1割引いていただけるとこういうふうなことでまあ8万数千円ぐらいで買うことができるということですよねこれがまあ2つ目ですで3つ目はやはり軽いということですよね 500g ということでまあ、R6 と足してもまあ 1.180kg で 1,180g ということですからまあこれまでのレフ機と比べたらまあものすごく軽いということになります。まあ、なかなかね重たいの持ってると非常に疲れますし外へ持って出るのもなかなかね えちょっと重たいけど頑張ろうみたいな感じでないと持っていけないというのが私にはありました。それからえまあ3 0ンチから5 0ンチまで寄れるっていうことでまあこれちょっと切り替えしないといけないんですけどもまあちょっと 85mmF2 とかね8 5ミリにしてもなんか珍しいんじゃないですかねまあそういうのもあって結構1本でいろんなものが。 写せるんじでちょっとあの、まあ、ここのところちょっと天気悪いんですけどもあの写真を撮ってみましたでまあ家の中とそれから外と両方撮りましたので、まあ、サンプルを、えー、見ていただけたら嬉しいですでまず家の中なんですけどもあの私自分の狭い部屋の片隅にベランダ側に こういうい物撮りコーナーというのを作ってましてまあこれ幅が7 0ンチぐらいじゃないですかねでまああの天気のいい日はカーテンにしたりしながらあの光を調整してここであの写真を撮りますで、まあ、あの背景の色とかもねいろいろと布の色を変えて物を写したりしています。まあ、こんな感じですよね でまず、えーっとね、非常に接近して写した写真ちょっと見ていただきますとこんな感じでこれはあの100均で買ったものがいろいろ溜まってきたので適当にあのバラバラっとこう置いてみたんですでピント合わす位置を少しずつこう変えながら写してみたんですねこれはまあ赤いこの玉のようなね、えー、やつにこのピントが合ってる。 これはあのずっと手前にこういうあの,毛のようなやつをね、この置いて、一番手前のを写してみました。それから、これはちょっと右側の青い、これ全部造花なんですけど、まあ青い花にピントを,を写しています。これは、えっと、真ん中の,あのバラのような花ですね。あれにピントを合わしています。 それからこれは手前に散らばっているこのなんか枯葉みたいなやつですかね。これにピントを合わしてます。それからこれはカボチャですね。えーまあ、小さいカボチャなんですけど、まあ、これにピントを合わしてる。で、最後は再びこのブルーのね、えー、花にピントを合わしてます。 で今日はね、雨が降ってたので、えーと、スーパーの花屋さんでちょっと花をね、ミニブーケを買ってきたんです。これがね、ちょっと今暗めに映ってます全部ね、JPEG の取っ手出しです、これは。あのローファイルもあの、ローでも映してますけども、あのこの解説の時は、JPEG でもいいんじゃないかなと思って、JPEG ばっかりにしてます。こういうね。 安いですまあ、ちょっとこれ暗めですけど次はねちょっと明るめに写してます角度をね変えておりますけれども背景はこういう布を使ってますでこれですねこれちょっと明るめに撮ってますで先日外があ、まあ、雨が降ってない時にあの外に出かけてみたんですけどもその時の写真がこれになりますこれもまあ花にピンと合わして、まあ、背景がままあ 綺麗にててくれてるんじゃないでしょうかそれからこれもねこの結構でかく写しちゃったんだけど足元にこんな花がね、まあ、咲いていたというよりも植えておられたんでしょうけどね、まあ、こういうのがありました。で、えー、まあこういうのとか近くてもまあ背景はまあきれいに溶けるような感じであのぼけておりますね。これもま同じようなものなんですけど。 でその次にこれまあこれも同じ種類の花だと思うんですけどこんな感じです。で次がですねあの、まあ、道を歩いて散歩していてこの、ね、植物がこうはみ出てるのを見てこれにピントを合わしてみましたそうすると背景があんな風にボケてます全部 F の2でやっているんですけどもこんな感じです。 でえー、セミの殻がありましたので、ね、これにピントを合わして写してみました。でまあ人物は撮ってないんですけども、まあ、こ,これなんか見たら、まあ、この黄色人物と見立てたら背景はあんなふうなボケ方をするとこういうことですね。まあチャンスがあったらあのポートレートもね撮ってみたいなとは思うんですけども、まあ、しばらくこれは愛用するかなというふうに思います。 ご清聴ありがとうございました。